皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日はですね3月8日水曜日ということで、まずですね試合なんですが、昨日のですね夜、まあパウエルさんですかねの会見で、まあ利上げ加速というかね、高派になるんですかね、だからまあ次 0.25 じゃなくて 0.5 の可能性が高まるような発言があったということで、円安に進んだ昨日ですね。で今日も今ねちょっとまた、137前半の方に来てますが、まあ非常に円安が強いということになっています。で日経平均プラス135なんですが、ダウはねマイナス574ということで、最近こうコツコツ上げてきた分をまあ長期中期線にね頭を抑えられて、一気にこの3日分というかね3営業日分を一気に落としてきたという形になっています。で、今日もですね、まあ、注目銘柄、まあ最近と同じ銘柄にはなりますが見ていこうと思うんですけど、まあ今日のこうテーマというかですね、ポイントとしては、まあ、為替もありますし、日以降とかね、グローバルウェイとか見ていくんですが、やっぱりこう、材料ありきでっていうところが、今日は、まあ、結構繰り返し出るかなと思ってます。材料ありきでっていうところが、まあ、今日結構出てくる言葉かと思います。で、例えばね、為替に関しても、円安にね、進んでいるっていうのもですね、まあ材料、例えば、このね、雇用統計が非常に強かったとか、で、そっから、まあ利上げがね、長引くんじゃないかとか、まあ昨日も大きく挙げたのは、その、0.25 じゃなくて 0.5 になるんじゃないかとかね、まあそういう、まあ、裏付けというか、材料ありきで上げているというのが、まあ、為替ですよね。で、まあ、ちょっとさっき見忘れたんで、マザーズですね。は、プラス 0.58 なんで、まあ、一応、プラス引けと。まあ、昨日となんかほとんど同じような形と同じような場所になってますよね。で、早速、銘柄見ていきたいと思うんですが、まずですね、日以降から見ていきたいと思います。はい。で、日以降ですね、プラス1ということで、まあ、ザラバの方は動きはね、そんな大きくないんですけど、PTS がね、若干動いていまして、高いところだと 57.4 と。で、今 50.8 でもまあ 15% 上げなので、まあ、かなりね、PTS 大きな上げにはなってるんですが、これがですね、今日出た内容としては、まあ、上場廃止が、まあ、決定的というか、決定になっているお知らせだと思うんですよね。はい。で、3月8日、まあ、今日ですよね。事業再生を目指す、日以降が、出資する合同会社引き受け先となる第三者割当増資の払い込みが完了したと発表と。で、同社は、ファンドの傘下に入り29日に東証プライム市場から上場廃止となるということなんですが、まあ、なぜかね結構こうお祭り気味なんですよね PTS が。でまあなんて言うんだろう、まあ、マネーゲームね、まあ、例えばここで4倍ぐらいありましたけど50から200みたいなを最後こうまあね狙うというかねあるのかなと思わせるのは PTS なんですが、まあ自分が今回はちょっと見送ろうかなと思ってることは、思ってる理由としてはですね、まあこの後見ていく、まあアースインフィニティとか東京通信がね、非常に面白い動きというか激しく動いてるので、こうわざわざちょっとギャンブル性の強いところで今は勝負しなくていいのかなっていうふうに思っちゃうんですよね。地合いも悪くて、なんかどこ買っても上値重いとか地合いに引っ張られるような相場だったら、ちょっとそういうギャンブル相場みたいなね、とこに入ってもいいかなと思うんですけど、今結構こう、
何日間もね強い上昇とかね下落挟みながら、結構ボラが大きいところもあるので、まあ今日以降ここでギャンブルもどうかなっていうところですよね。だからまあその最初に言ったね、裏付けというか材料ありきっていう面では、日以降としてはまあマネーゲーム狙いたいとかね、そういう思惑が働くの気持ちはわかるんですが、ちょっとまあ材料としては今ニュースをね読んだように、29日の上場廃止っていうことが決定的な方が自分としては重くのしかかるんじゃないかなというふうに見込んでいます、はい、で次がですねグローバルウェイですね。でグローバルウェイも一昨日ですかね、株価がすごい上がったと、一気に220から、まあ、300で、翌日もね320まで行ったんですが、まあ、長い上髭の陰線で、その材料が見当たらなかったので、まあちょっとこの、まあ、騙し上げというかねみたいな感じなんじゃないかと、まあ過去にもね似たようなのありましたっていうふうに昨日言ったんですが、やはりねまあ続落というか落ちてきた。だからまあそのグローバルウェイの会社だからってわけじゃないですけど、なんかその長く続くようなね思惑とか材料が出ていないので、まあ、ある意味裏付けがないので、やっぱり落ちてくるんじゃないかなっていうところですよね。だからそのさっきの日以降で言えば、ちょっとやっぱ上場廃止っていう事実が重いし、グローバルウェイで行けば高値を追うような思惑とか材料が革新的にないので、やっぱ垂れてくるのかなというところで、まあ今日の、まあ、テーマというかね、よく出てくる言葉っていうのでは、そのグローバルウェイ日以降、そして為替の、まあ、円安方向っていうところです。でここからは、まあ、アースインフィニティ東京通信と、最近ね大きく動いているところを見て、終わりにしたいと思うんですが、はい、でアースインフィニティですね、ストップ高プラス1000の、19.19% 上げということで、まあ、結果的にねまあ、PTS プラス320ということで、プラス 5% 上げなんですが、まあ、結果的には昨日見たように窓をねただ昨日閉めてちゃんと上に行くみたいなね、ここの時もそうですよね、しっかり窓を律儀に閉めて上げてってると、ここもそうですよね、窓を閉めて上げてってるということで、これものすごい大相場になってるなっていう感じ でまだ売りシグナルではないんです。だからいきなりねこうやって暴落する時ありますけど、挟んでますけど、まあただね強い上昇のまま、まだ別に売りシグナルも出てないまま上がっていく。ただ前回も言ったように、まあ、今日のね終わり値とか2営業日前とかね、このストップ高の時とか3回ありますけど、やっぱり6200前後、6200、6300あたりが、まあ、一つ線を引くとしたら、ここがね、サポート、まあ、抵抗線になるかなと思うので、まあ、心理線みたいなところもありますけどね。まあ、ただ、唯一やっぱり線引けるとしたら、やっぱここが一番強い線だと思うんですよね。直近でいくと6200のところですね。だから明日、まあ、強い上昇で、チャート的にも上なんですが、まあ、この線だけは、まあ、意識して、いいんじゃないかなと思います。で、次ですね、東京通信。はい。で、東京通信も 22% 上げの、ストップ高プラス700ということで、PTS プラス170で、まあ、4000をね、もう目前にしてきました。で、まあ、昨日言った通り、まあ、十字線、まあ、右肩下がりなんですが、まあ、十字、陰線、そして十字陽線ということで、まあ、一応ね、昨日の最後のは陽線ではあるんですが、まあ、この上で推移するようであれば、高値更新で、下に行くようであれば、ちょっとこの売りシグナルというかね、上髭が長い線右肩下がりという形で、まあ、これは昨日上がるか下がるか正直予想できないと。ただこの十字の上か下、どっちかで推移することによって方向性が出てくるんじゃないかというふうに言ってたんですが、まあ、上の方で、進んで、まあかなり、
まあ、直近のね、高値更新して、で、一応上場来高値も更新ということですね。だから青天井継続ということで、アースインフィニティ東京通信はね、ちょっと、チャート的には全くこう、売りシグナルが出ていないので、これは強いぞという感じですね。だから、今ね、唯一ちょっと引っかかるというかね、邪魔なのが、その為替がですね、あまりにも円安が行き過ぎてるというかね、結構円安戻してきてるので、それがちょっとなんか地合い崩れる要因にならなきゃいいなと。せっかくいろんなところがね、今上げてきてるのに、地合いのせいでなんか相場が終わるとかね、潰れちゃうっていうのは一番つまんないんで、まあなんとかね、地合いも135以下、133とかね、130前半ぐらいで行った方が面白いんじゃないかなとは自分は思うんですけど、まあ時間の問題でね、また円高には行くと思いますけどね、まあ直近がちょっとまた利上げが長引いたりとか、なんか利上げ幅が増えるかもっていうところで、ちょっとそこの地合いだけ心配してます。で、最後ですね、近江健司のチャートを見て、いくつか注目銘柄を読み上げてですね、今日は終わりにしたいと思います。はい。で、近江健司はマイナス 46% 下げなんですが、まあ、なんかこちらもね、チャート崩れたってことでもないんですよね。上髭の陰線なんですけど、なんでこんなに、こう、ダウンをつけるというかね、なんか揃わない、まあ、だから FX を見てると、為替の方がね、ある程度揃ってないとっていうところあるんですけど、まあ、為替ほどじゃないんで、まあ、こっからね、ずるずる落ちることも全然ありえますけど、まあ、なんかまだまだ上げそうなチャートな気はしてしまうんですけどね。まあ、一応今日は上髭の陰線なんで、まあ、短期線までね、ちょっと調整とかもあるかと思いますが、まあ、これだけの形見せられると、まだ、こう、一相場終わったなっていう感じはしないですね。やっぱ底堅い展開で、どっかでこう、スルスルと上行きそうだなっていう感じはするんですけど、で、ちょっとね、この近江健司のまま、注目銘柄を読んで終わりたいと。で、エニーカラーね、ずっと、ロックアップ会場からね、落ちてたエニーカラーも、最近、ようやく、まあ、底値が落ち着いたというか、やや横横から右肩上がりと。いうとこなんですが、まあちょっとやっぱこれだけの下げ見せられるとね、怖いかなと思うんですね。心理的に入りづらいかなとは思いますね。で、グミね、注目、自分が注目しているグミ、839プラス 13.5% 上げと。で、ダブルスコープがね、マイナス31、で 2% 下げなんですが、まあ今日、上げてね、窓閉めに行くかっていうところで、まあ、平均線2本ぶつかって落とされてる、まあ、陰線になったんですが、ダブルスコープ、窓閉め、明日ね、もう一回落ちると、またやり直しということで、明日一気にね、これ抜けていければ、今日の陰線抜けていければ、ダブルスコープ窓閉めに向かうかなっていうところですね。で、マイクロ波価格マイナス41の1987。やっぱね、マイクロ波価格もちょっとこう、ピークというかね、なんか熱が冷めたんじゃないかなっていうふうに自分はちょっと思っちゃいますね。で、バンクオブイノベーションプラス430ということで、まあ1万ぐらいまでね、決算後に上げてから、6000前半まで落ちて、で、今度は7200まで上げてきたということで、まあかなり上下、激しくなってます。で、最後ですね、シーズメンプラス83ということで、8% 上げ。まあ、最近ほんとね、上下激しいですね。だからシーズメンは、まあ、買い集めね、大量保有報告の、まあ、思惑というか、影響で上げているということで、今日はですね、以上になります。今回は以上になります。で、よかったら、下の概要欄に自分がやってるツイッターのリンクありますので、ツイッターフォローしていただいて、で、そこにですね、講座解説の、リンクですね。URL もあるので、まあ、興味ある方はちょっと覗いてみてください。で、こちらのチャンネルですね。よかったらチャンネル登録して、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。